ヨハネス・ブラームス、ヨハネス・ブラームス、1833年5月7日から1897年4月3日は、19世紀ドイツの作曲家、ピアニスト、指揮者。JS、バッハ、バック、ベートーベン、ベートーベンと共に、ドイツ音楽における三大ビートも称される。ハンブルクに生まれ、ウィーンに没する。作風はオームネロマン派音楽に属するが、 古典主義的な形式美を尊重する傾向も強い。ベートーベンの後継者と捉える人もおり、指揮者のハンスフォンビューローは、彼の公共曲第1番をベートーベンの公共曲第10番と評した。1833年5月7日にハンブルクで生まれた。彼に最初の音楽レッスンを行った父は、市民劇場のコントラバス奏者だった。 高年になってブラームスが語った話によると、家の表札には、ブロムスト、ブラームストと書かれていたという。しかし子供の頃から、ブラームスト頭にすり込まれていた。彼は、最後の、T が嫌で、表札をしょっちゅう指でこすり、しまいには消してしまった。そのせいで父に届いた親方検定合格証は、ブラームスト書かれたものになった。彼曰く、親父が T を取るように、 少しずつ慣れさせたんだよ。このブラームスの話が冗談なのか実話なのかは不明だが、実際にブロムストと書かれた1849年4月14日の音楽の夕べのプログラムが残っている。7歳の時から夫をフリードリヒビリバルトコッセルにピアノを学ぶようになった。ブラームスはピアノの早熟な才能を表し、10歳の時に初めてステージに立った。 この時彼の演奏を聞いたアメリカの工業士がアメリカ演奏旅行を提案した。両親は賛成したが、コッセルはこれに反対し、より高度な音楽教育が受けられるように、コッセルの死である作曲家でピアニストのエドアルト・マルクス前に指示させた。しかし、ブラームスの成果は貧しかったため、13歳の頃からレストランや居酒屋でピアノを演奏することによって家計を支えた。 ブラームス自身はピアニストとして確かな腕を持っていたが、同時代の名手と比べると地味な存在であり、後に作曲に専念すると決意してほとんど演奏活動からは手を引く。しかし1859年と1881年にはピアノ競争曲第1番とピアノ競争曲第2番の初演を自ら言っている。その後、作曲を始めたものの1851年になると、 自己批判からすでに作品を廃棄し始めていた19歳以前の作品は記録が残るのみで全く現存しない。1853年にハンガリーのバイオリニストエドゥアルト・レメーニと演奏旅行に行き、彼からジップシー音楽を教えてもらったことが創作活動に大きな影響を及ぼした。この旅行で二人はまずヨーゼフ・ヨアヒムに会いに行き、ヨアヒムは ブラームスの才能を称賛した。ブラームスもヨアヒムに敬意を抱き、二人の信仰は以後も長年にわたり続いた。ついで、ヨアヒムの紹介で二人は、フランツ・リストに会いに、バイマールに行ったが、リストとはそれほどうまくいかなかった。ここで、ブラームスとレメイには仲違いを起こし、ブラームスはヨアヒムの元に戻った。ヨアヒムは、ロベルト・シューマンに会うことを勧め、 9月30日にブラームスはデュッセルドルフのシューマン邸を訪ねた。この出会いは両者にとって幸福なものだった。シューマンはブラームスの演奏と音楽に感銘を受け、新しい道と題する評論を新音楽時報に発表して、ブラームスを熱烈に称賛し、ブラームスの作品を広めるために重要な役割を演じた。ブラームスもまたシューマンを強く尊敬し、 シューマンの没後もその経緯は変わらなかった。またこの時、ブラームスは14歳年上のシューマンの妻クララと知り合い、生涯にわたって親しく交流を続けることになった。しかしこの頃すでにシューマンは精神疾患に悩まされており、1854年2月には、等身自殺未遂を起こして、ボン近郊の療養施設に収容された。ブラームスはこれを聞くと、デュッセルドルフに駆けつけ、 シューマン家の火星を手伝い一家を助けた。こうした中で、ブラームスとクララの距離は近づき、1855年、ゴロのクララへの手紙の中では、彼女のことを君と表現するなど、恋愛に近い関係になったと推測される時期もあった。しかしブラームスはシューマンも強く尊敬しており、1856年に、シューマンが死去した後も彼女と結婚することはなかった。とはいえ、 シューマン一家とは、生涯にわたり、進行を続けた。1857年には、リッペイコール、デトモルト公国に、音楽家として招かれ、1859年まで3年間に、渡り秋から年末にかけて、デトモルトの公国宮廷で勤務した。また1858年には、アガーテフォンジーボルト、アコットフォンシーボルト、いわゆる、 シーボルト事件で著名なフィリップ・フランツ・フォン・シーボルトのいとこの子にあたると婚約しなが、翌1859年には結婚には踏み切れないとの理由で一方的に破断にしている。1862年からウィーンに居着いたブラームスは以降作曲に集中始め、1868年に完成したドイツ・レクイエムなどの作品で高い評価を確立し、 ウィーン音楽院でも講座を持つようになった。この間、1865年には母が1872年には父が死去している。ウィーン移住からおよそ10年後の1876年に19年の歳月をかけた公共曲第1番を完成させた。この作品は後に指揮者のビューローをして、ベートーベンの10番目の公共曲のようだと語らしめた。 他の三つの公共局は、それから比較的短い間隔で書き上げられ、第一番から間もない1877年には、第二番が、1883年に、第三番が、そして1885年に、最後の、第四番が、それぞれ発表された。ブラームスは1878年から1893年までの間に8回イタリアを訪問し、 気持ちの良い地方を探して、夏の間に作曲した。1889年12月2日、トーマス・エジソンの代理人の依頼で、ハンガリー仏曲第一番とヨーゼフ・シュトラウスのポルカ・マズルカ・トンボを、蓄音機に録音した。これは、史上初の録音、レコーディングとされている。またこの時のピアノ演奏で、初めて自身の意を自覚したと言われる。翌1890年、 五十七歳になり、意欲の衰えを感じたブラームスは、作曲を断念しようと決心して、衣装を書き、思考を整理し始めた。しかし彼は、決心を守ることができなかった。千八百九十一年に、クラリネット奏者、リハルト・ミュールフェルトの演奏に触発されて、創作意欲を取り戻したブラームスは、クラリネット三0奏曲、作品百十四クラリネット五0奏曲、 作品115、1891年、2つのクラリネットソナタ、ビオラソナタ、作品120、1894年を書き上げた。そして、7つの幻想曲、作品116、1891年から、4つの商品、作品119、1892年までの4つのピアノ商品集、4つの厳粛な歌、作品121、 1896年などの傑作を生み出した。これらの作品は晩年の赤量と宗教的境地に満ちていると評されている。また、1890年頃には琴の演奏も聞いており、当時出版された日本の民謡集の楽譜に書き込みが残されている。1896年5月20日に生涯、信仰を保ち続けたクララ・シューマンが死去した後、 ブラームスの体調も急速に悪化していき、翌1897年4月3日、肝臓癌によりウィーンで成去した。63歳ボーツ。1897年4月6日、ウィーン市の中心部、ドロテア通りにある、ルター派のオーストリア福音主義教会アウックスブルク信仰、告白派のル派、シュタット教会で葬儀が行われた。遺体は、 ウィーン中央墓地に埋葬された。ハンブルクの成果は長く残っていたが、1943年7月のハンブルク空襲で消失し、現在は記念碑がある。余談だが、ブラームスはフリーメイソンだったという、大部分のロマン派の作曲家と同様、ブラームスは自身の公共曲第一番に見られるように、ベートーベンを崇拝していた。 また古典派の作曲家モーツァルトとハイドンも敬愛していた。彼らの作品の第一版と実質こ特に有名なのが、ハイドンの太陽四重奏曲モーツァルトの公共曲第四十番を集め、その上演奏用の版を編集した。古典派への愛着は、ジャンルの選択においても現れている。彼の手による、そなた、公共曲と競争曲では、 古典的な形式を採用し、その他形式の楽章を作曲した。一般にブラームスはロマン派の作曲家の中で最も古典派に近いと考えられており、新古典派と呼ばれることもある。さらにはそれ以前のバロック音楽にも多大な関心を払っていた。とりわけ JS バッハに浸水しており、当時観光中だったバッハ作品の全集を購読して熱心に研究した。 その成果として、最も有名なものが、公共曲第4番の修学賞に置かれた、パッサカリアで、そのテーマは、バッハのカンタータ第150番の主題を応用した、ものである。また、バッハ研究家とも信仰が深かった。また、歌曲、逆らえないものアンバー・ウィンドリッチ、ゲーテ作詞作品72から5では、冒頭のピアノパートに、ドメニコ・スカルラッティのソナタに蝶々。 K223 を引用している。全く異なる影響は民族音楽だった。ピアノと声楽のためにドイツ民謡による144曲の歌曲を書いており、また彼のオリジナルの歌曲も多くは民族的な主題を反映するか、地方の生活場面を表現したものである。また、ハンガリー部曲集でわかるように、レメーニから教わったジプシー音楽、当時は ハンガリーの民族音楽だと思われていたの影響も受け、ピアノ四重奏曲第一番などにその誤法を取り込んでいる。彼の時代にほぼ現在の形態に到達したベーゼンドルファーやスタインウェイに代表されるピアノの技術的な発達の影響も大きく受けている。彼のピアノ音楽と歌曲の多くは豊かで力強い音を得るためにピアノの重低音とペダルを使用する。 保守的とされるブラームスだが、シェーンベルクのように、ブラームスの音楽に革新的要素を生み出す人もいる。シェーンベルクは、特に晩年の四つの厳粛な歌で見られる一つの、モチーフの徹底的展開、声とピアノによるカノン的処方などの対応法を、発展的変装、英語、ディベロッピングバリエーションと呼び、自らの作品において展開した。また、 ピアノ四重奏曲第1番を還元楽用に編曲しているが、この曲の冒頭の主題は4音からなる部分動機とその範囲なりから成り立っており、このような面を節約、それでいて豊かであることとして高く評価した。このほか、ブラームスの音楽は、レーガー、プフィッツナー、フランツ・シュビット、エルンスト・フォンド・ホナーニに,にも影響を与えている。 ベートーベンと同様に自然を愛好し、よく、ウィーン周辺の森を散策した。その際にキャンディを持参して、子供たちに与えたりもした。大人に対しては無愛想で、皮肉屋だった。このため、作品をけなされたフーゴボルフや、ハンスロットらは、ハンブラアームスに転じた。気持ちを率直に伝えることが苦手で、自分の作品についても語ることを嫌がったという。 偉大な人物として扱われることも嫌っており、大作曲家、ブラームスのことの健康を祝して乾杯しようという提案に対し賛成、モーツァルトの健康に乾杯、と叫んだこともある。ピアニストとしても優れていたため、友人のサロンなどでしばしば演奏を求められたが、求めに応じることは少なく、応じた時でも弾き飛ばして、早く終わらせようとすることが多かった。 彼と友人関係を保った人たちには、前日のクララ・シューマンとヨアヒム、下界のテオドール・ビル・ロート、ピアノの弟子でもあったらがいた。しかし、ヨアヒムやビル・ロートのような親友とも晩年に境を起こしている。同時代の作曲家では、ヨハン・シュトラウス二世と信仰があり、互いに作曲家として、及びその作品の良き理解者だった。実際、ブラームスが、 シュトラウスの夫人、アデーレ、ママ娘アリーチェとするもあるに送った扇には、シュトラウスの代表作、美しく青きドナウの一節が書かれ、さらに、遺憾ながらこの曲は、ヨハネス・ブラームスの作にあらずと書き込まれている。また、オペレッタ、クルマバ、草の序曲の主題再現部に、対戦率をプレゼントしている。一方、唯一の作曲の弟子であったグスタフ・イエナーによると、 音楽的に間違った音は一音たりとも弾かせず、曲の出来が悪いと、君に必要なのは才能だなどと容赦なく罵倒したと言う。しかし、その後イエナーが精神的に追い詰められているのを見ると、これからも私に褒めてもらおうなんて思うんじゃない。これくらいのことでくじけていては、君の全てが台無しになってしまうと励ます優しさもあったという。ブラームスの完璧主義は徹底していて、 現存する、ごく一部を除いて完成した作品のスケッチや書稿は、ほとんど破棄してしまうのが常だった。実際、最初の作品を発表するまでにバイオリン・ソナタ3曲、弦楽四重奏曲20曲以上を世に出すことなく、焼き捨てたと発言している。このため、記録をもとに書稿を復元する試みが行われている、セレナード第一番など、1860年代以降、 作品が人気を博して、財政的成功を手に入れた後も質素な生活を好み、3部屋のアパートに家政婦と住んでいた。朝はプラーター公園を散歩し、昼には赤いハリネズミ、ズムロテンイーガルというレストランに出かけるのが彼の習慣だった。ブラームスは親戚たちへ金品を惜しみなく渡し、その上匿名で多くの若い音楽家を支援した。 また、アントニンド・ドボルザークの才能を見出し、支援したのも、ブラームスである、ブラームスは、彼のメロディーメーカーとしての才能を羨んで、彼のくずかごを、あされば、公共曲が一曲かけるだろうと語っている。リヒャルト・ワーグナーとは、それが合わなかった。もっとも、ワーグナーは、ブラームス自身が演奏した、ヘンデルの主題による、変奏曲と風が大きいて、古い様式でも、 本当にできる人にかかると、いろいろなことができるものだと評価している。また、ブラームスの方も、ワーグナーの作品をドイツが誇るべき偉大なものと捉えていて、自らも、最高のワーグナーファンと称したこともある。何より、両者はベートーベンを尊敬していたという点が、共通する。ワーグナーの影響を受けたアントン・ブルックナーともしばしば衝突した、ブラームスは、ブルックナーの交響曲を、 公共的大蛇とけなしている。ブラームスは、オルガニストとしてのブルックナーは高く評価していたが、ブラームスの支持者である評論家のエドアルト・ハンスリックと、ブルックナー支持者との間に論争が起こったので、勢い作曲家としては認めることができなかった。それでも、同じウィーンに住む、者同士の反目は良くないと間に立つ人がいて、両者は、ブラームス息づけの赤いハリネズミで会食した。 この時、二人とも肉団子が好物だったことが分かり、打ち解けた雰囲気となった。その時のブルックナーの言葉は、ブラームス博士。この店の肉団子こそ我々の共通点ですな。1896年のブルックナーの葬儀で、ブラームスは会場の扉に佇んでいた。中に入るよう促されたが、次は、わしが、棺桶に入るよと、寂しそうに呟いたという。 ドイツ愛国主義者でもあり、不仏戦争の勝利を祝った、運命の女神の歌や、ドイツ軍勝利の歌などの作品を残している。彼の部屋には、ベートーベンの像と、ドイツ帝国の最小夫・フォンビスマルクの像が、飾られていた。一方、ユダヤ刑事業からと信仰があったこともあり、反ユダヤ主義は、狂気のサタだと知人に語ってもいる。ブラームスの主要な還元楽作品には、 4つの公共曲、2つのピアノ競奏曲、バイオリン競奏曲などがある。これらの作品は世界各地のオーケストラで現在でも主要な演奏レパートリーとして取り上げられている。ただし、19世紀の音楽を特徴づける公共史には手を染めず、また最後の10年間は還元楽作品を全く作曲しなかった。還元楽作品以外では、 室内楽曲、気楽曲、声楽曲を数多く作曲しており、これらのジャンルがブラームスの作品の大半を占めている。最大の声楽の作曲家の一人であるという意見もあり、合唱と還元楽のためのドイツレクイエムをはじめ300曲以上の歌曲や合唱曲を書いている。一方、ブルックナーと同様にオペラを書くことはなかった。 変奏曲の大家でもあり、還元楽曲、ハイドンの主題による変奏曲、ピアノ独奏曲、ヘンデルの主題による変奏曲と風が、パガニーニの主題による変奏曲などがある。ブラームスは一時でトモルトで女性合唱団の指揮者をしていたことなどもあって、合唱曲を数多く作曲している。ブラームスは生涯におよそ三百の歌曲を残している。以下は、 そのごく一部、楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。